えっとご無沙汰しております。お久しぶりです。えっと今日はああ上智大学のお経営学部長のあ経済学部長経済学部長の阿比倉先生にお話を伺うか。でも学部長は今全然関係ないですから。<laughs> あああのえっ、ー、と阿比倉さんでよろしいですか。<laughs> もちろんもちろん。僕も小川さんで。<laughs> あありがとうございます。よろしくお願いします。阿比倉さんとのお付き合いは相当長いですよね。 えとそうですね、一番最初目にかかったのがいつかっていうのが、記憶のかなり昔の方で、小川、うん、さんが多分 MIT に行かれる前から存じ上げてましたよね、多分そうですね、日経コンファレンスか何かで。とか、三菱コンファレンスかでお目にかかっていると思いますので、多分大学院生、ね、お互い大学院生の頃から、おそらく面識はあったんだろうと思います。 アミクラさんがまだ千葉大学とかにいらっしゃったのもそうですね。えっ、ー、と小川さんが多分 MIT にいらした頃、僕が就職して、えー、と千葉大学にいてで、青島さんがちょうどいらっしゃったんで、えー、とその頃の話ですよね、きっと。ですよねだから すごい長い期間ですけど、あっという間でしたよね。<laughs> そうですね。なんかもう本当にあっという間に、あの年をとりましたが。いや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 、それで、あの、そ、そういう状況の中で、あの昔話をお聞きするっていうのは、すごくちょっと、あの。気は引けるのですが、すごく、<laughs> あの、えっ、ー、と、実は、まあ、あの。多くの人に知ってもらいたいっていうか、まあ、あの。なんていうんですかね、あの。 共有していただきたいっていうのが野中先生の話なんですけど、野、はい、中先生の昔の一曹時代について、意外と,あの、えー、と知られてないところもあるので、えー、で以前、網倉さんにはあの、えー、とお話を伺ったことではあるんですけども、あの再びというか、少しちょっと整理した形で伺えたらと思います。 一つ目なんですけど、網倉さんはでも、もともとといえば宮川先生のゼミだったんですの僕は学部時代、一つ橋の小学部だったんですけど、まあ、これも話せば長いんですけどあの、実は痛みゼミに落ちてまして、<あ>ゼミ専攻で。 経営工学というか管理工学というふうに一つ橋では言ってましたけども、えー、と同じ管理工学のエリアの宮川先生のゼミに拾っていただいて、ゼミに入って、でえー、と学部の2年間とそれから大学院の5年間も、えー、先生あの指,揮指導教員は宮川先生ですねそれ,それでいうと、伊丹先生とあの同じあの師匠とですよねですから、師、え、弟、ー、関係でいうと、伊丹先生が兄弟子に当たるということですね。 ですよねはいそれでえっとまああの大学院に行こうと思ったのいつぐらいからだったんですかえっとですねまあ正直に言うと大学三年生の終わりぐらいでまああの普通に仕事したくないなと思ったっていう単なるもらったんですけどくす <laughs> ーくさんに似てますね、えー、それえまああの,あの頃多分 一橋大学でのんびりしたところで働きたくないやつらがいっぱいうろいろしてたんだと思うんですけどで,<っ>で、まあ、宮川先生にこう相談して大学院でもうちょっと勉強したいと思うんですけどってしたらまあいいんじゃないかっていうふうに言っていただいてということで受験したと,とです、ね、伊丹先生もなんかモラトリアムで大学院進学したっていうおっしゃってましたねそういうえっですね 今はだいぶ様子が違うと思うんですけど基本的にその僕らの頃は学生を育てるっていう発想はあんまりなかったんだと思うんですよ大学院弟子を育てるとかっていうのがなくてうん、うん、でその来たければ来いよみたいな感じだったんでまあこいつ真面目に勉強するかどうか分かんないけどまあ大学院行こうと思ってんだったら ものになることが分からないけど、とりあえず入れてみたらいいんじゃないかっていうことだったんじゃないかとは思いますけどね、学生でその当時を振り返ってみると。でもあの、実際は大学院に進学する人って極めて少なかったんですよね。少なかったですね、はい。あの僕の年に同期で、えー、と6人ですかね、あの6人っていうのは、小学研究科っていう、まあ、結構べで多分、経営学研かなと思うんですけども、そこの会計学とかマーケティングとか全部含めて、 6人でしたのであも、網倉、まあ、さんは何て言うんですかね、ちょっとあの謙虚におっしゃってますけどえ、宮川先生からおいでって言われたわけじゃないんですかでも全然ないです。全く、はい,あのい先生、僕、働きたくないんですよっていうのは言いませんでしたけど、<laughs> もうちょっと勉強したいと思いますって言ったら、まあ、じゃあいいんじゃないか、それは。 ってということで、大学院に行くことになりまして、ね。なるほど。それで、まあ、宮川先生の話は途中出てくるかもしれないんですけど、えー、それで、野中先生との、何ですかね、最初の出会いっていうのが。はい。えっとですね、野中先生、多分直接お話ししたのは、大学院の入試の面接だと思うんですよ。ただ、その時には、えーと、野中先生だっていうのは、 識別できてなくてなんかあのこうえー、とっとちっちゃい背ちちも低くてなんとなく体つき体格もこうあの痩せてだらして,ていうんでなんかあでもなんかこの人時々なんかこうテニスコートのとこで見たことあんなこのおじさんと思ってたんですけど <laughs>。<laughs> <laughs> であの面接で実は野中先生がいらしててで僕がその当時書いてた「卒論」で野中先生の論文とかだいぶ引用してたんですね。でもそんな話を突っ込まれてあので終わった後にその。 誰に聞いたかわかんないですけど、まあ誰面接だったって言われて、あの先生とこの先生とって、知らない人が一人いたんだけど、じゃ残りはじゃあ野中先生だ。でお前野中先生に本人に向かって、本人の論文のことをいかにも偉そうに喋ってたらしいなっていうですね <laughs> <laughs> のが、えーと、直接お話をした多分初回だと思いますねなるほど。それで大学院に進学されて、え今もですあれですよね、網倉さん、結構野中先生とは緊密に。 あのいや最近はほとんどお目に年に数回ぐらいしかお目にかかってないんですけどでもあれじゃないですか卒業して就職してから年に数回会う間柄ってなか,なかなかないんじゃないですかあまああのご近所に住んでるっていうのも今野中先生国立に引っ越してらしたんでご近所に住んでるっていうのもそれもあるんだと思いますけども年に数回ぐらい,あ<ー>いやまあさすがにあの今の コロナの状況になってからお目にかかってないんですけど、それまでまあ一二。一二回何かの用事があったりとかっていう感じでは。お目にかかってると思うんです。何年か前にあの、えっと、フォンクローが。はいはい、スイスのフォンクロウが、ええ、あの、小野中さんのとこ来て、講演される時も。アミクさん、ちょこっと顔出されてましたよね。そうですね。あの、なんかそういう用事があったりとか。 いうふうふなこととかかかでお目にかかる機会はそこそここあるるんだと思いますねなるほど。それであの非常に、まあ、当時の院生にとってはあの有名な土曜の朝8時半の野 <laughs> 中ゼミっていうのがあるんですか野 <laughs> 中ゼミって呼ばれていたの。野、ね、中ゼミっていうふうに呼ばれてはいましたけど実際はその普通の、えー、と大学院の講義なんですね。 でえー、と野中先生あの学と、当時、今はイノベーション研究センターって,ってますけど、当時は産業系研究所っていうふうに言っていて、えーと、大学院の事業者を持っていらっしゃらなかったんで、学部生の時にはあの僕もそれで面識がなくて知らなかったんですけども、大学院に入って、であのもうあの大学院に入ってすぐその、2年先輩が沼上さんなんですね。沼上さん ね、真,上真上大先輩でですね<先>えっと大学に入る前かな、えー、入るちょ少しまだ4年生卒業する前ぐらいからですかねあのえっ、ー、と何人かその,、えーま、あの小川さんもおなじみのマーケティングの山下さんとか大<ー>学年なんですえ、ね、山下理子,子さんとかで大学に入る前にえっ、ー、と,とか山下は大学院に来るらしいな っていうんで、沼、えー、上さんにお目にかかって、大学院生の心得とかですね、院生になったら、えー、こういう授業を取れとかっていうふうな指導をしていただいて、でまあ当然ながら、野中先生の授業は来るだろう取るだろうって言われてですね <laughs> あの、ノーとは言えない、返事はあのはいかいイエスかしかない、2種類しかないとこですから、<laughs> はい、土曜日に行きます。 っていうので、えーと、授業に行きましたっていうのが、えー、とその土曜日の朝,朝一元、多分一橋の一元が8時半なんだと思うんですけど、<ー>朝一の授業が、えー、とその野中先生の授業だったっていうところですね。それ、沼上さんとの関係というのは、えどど野中先生えど、どういうところからつながるんですか、沼上さんと網倉さん、山下さんは。 えっとですね、あのー、学部と大学院って分かれてるじゃないですか。そうですね、はい。だから、どっかでこうつ、つな<だ>がらないと。えっとですね、あの、その当時、えー、おそらく伊丹先生だと思うんですけど、えっと、大学院生の縦のネットワークを作れっていう話を、どうやら沼上さんにしたらしいんです。 で、えー、と新刊コンパをやれって言って、はい、伊丹先生がお財布を開いて、これで飲みに行けっていうふうにあの、小学研究科の大学院生で、えー、これでその新,新入生とかを入れて、みんなでその飲みに行けっていうふうに言われてたんです。ですから多分えっ、ー、と伊丹先生から、沼上さんがそういうふうに後輩の面倒を見ろよ。 といいう,うに言われていたんだと思います。で、えー、と僕らが入学する前からそういう熊上さんとどこで会ったか覚えてないんですけどあの学内でどっかでお話をしてそれで「新刊コンパールから来いよ」っていう風になったんだと思いますね。 なんんかかかかかあれでですす掲示板かなんかに出てたいやそれは、それはもう覚えてないですけど。でも、当時、山下さん痛、痛みゼミですよ、ね。いや、えー、っとですね、山下さんは、もともとそのマーケティングの田口内先生の、<あ>田口内ゼミで、彼女も学部から田口内ゼミなんですね。でただあの、田口先生があのちょっと体調を崩されたりとかっていうふうなことがあって、えっ、ー、と、伊丹先生のところに。 身を寄せてたっていうか、指導教員を頼んでたとかっていうんで、山下さんもマーケティングもするしでまし、あ、マーケも会計もあの、金融とかも全部含めて、えっ、ー、と、小学研究科で新刊コンパやりますっていうのが、どこで知ったのか分かんないですけど、多分入学,入学式の日とか、あの事務室でこう履修とかの書類をもらったとか分かんないですけど、 もうど,どこで情報を知ったかは全く定かではないんですけどいつの間にかでで出会ってたってことですかいつの間にか、まあ、小さいコミュニティですからうん学内でも会いますしでどっかであの今度新刊コンパあるから来いよとかっていう話だったんだと思うんですけどねおお<ー>多分多分えっ、ー、と僕の その学部時代からの友達でと金融論の三角さんがいるんですけど彼はそのゼミの先輩があの大学院の、えっと、小川さんとも同じあのあの小川さんから新刊コンパあるからっていう話を聞いてで僕に多分。 に間接的に伝えてくれたんじゃないかと思うんですよ、なんか公式なルートで見たとか、<ー>そういう記憶はないので。なるほど。それで土曜日のゼミに出たら、実はその前,前の年度までは、沼上さんと野中先生がマンツーマンで、そうですね、多分はい。ゼミをやってたようで。ええ だと思いますあのちょっと前の年は何人だったかわからないですけど、おそらくお二方だったと思います。あの我々とその僕とそれから沼上さんの間に経営エリアの,あの大学院生はいませんでしたので、おそらく前年までその授業という名のマンツーマンで、沼上さんと野中先生だったと。思います、ね、で、何やら本を読んでたようだと。そうですね でえー、とわ僕らの時はえっ、ー、は受講者が4人、学生が4人だったん1年生ですよね。1> 1ねえっ、ー、と、山<あ>上さんが一人と、われわれ 1>,、えー、1年生3人だったんですけど、1年生3人っていうのは、今、明治大学で教えてらっしゃる野田さんがあの野村総合研究所をお休みして、えーと、修士課程に戻ってらっしゃる。フルネームなんでしたっけ、<で>野田<で>野田稔<田>さんですあ野田実先生ですねはい、はい 野田さんが、えー、とで実は彼は僕のゼミの先輩でもあったんですけどすなんかもう濃い関係ばっかりなんですけどいやなるほどでまあ野田さんが戻ってらしてで野田さんは、えー、と宮川ゼミの出身なんですが大学院に入るときには野中先生のところで、えー、いわゆるその企業隠しみたいな話を研究したい で、えっ、ー、と、馬上さんがいらっしゃって、野田さんと山下さんと僕とっていう、この4人で、えー、始まりました。っていうのが、あのはあの中井通称の中ゼミの、僕の始めですね。なんか、相当ハードだったんですよね。そうですね。あのーえー、と大体こうあの、来週これなっていうふうにですね、こう一冊本を。 ペロって、えー、と渡された一冊と一人一冊ですね。一人一冊一人一冊です。一人一冊合計4冊合計4冊。4冊 <laughs> しかも英語しかも英語。しかも大学院の m 道で入ったばっかりっ <laughs> <laughs> で。でまあ,あの、その。 来週これなっていうふうに言って、本を渡されるじゃないですか。ただ、でも読むのに野中先生の本なんで、直接書き込みとかするわけにいきませんから、うん、月曜日になるとコピーセンターが開くんですよね。大学の <laughs> コピーセンターに行って、今ではやっちゃだめですけど、丸々全部こうコピーを取って、そこから読み始めるっていうですね。なんですが、まあ。 当然その一人一冊ですから人の本なんか読んでるようではないんですよ <laughs> <laughs> で。で野中先生も「いや1週間あれば一冊読めるだろう」とおっしゃるんですけど先生我々は他にも授業があるんです <laughs> 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 っていうのであの泣きながらこうみんなあの前の晩金曜日の夜は誰も一睡もしないっていうんですね っってていうゼミをやってました、ね、どどあの例えばどんな本を読まされてたんですかえっとですね、僕覚えてるのは多分一番最初に僕が、えー、と担当した今も覚えてますけど、アーサー・スティンチコムのあ<ー>、えっと、コンストラッキング・ソーシャル・セオリーでしたっけああ、有名な。有名な。うん、もうね、今でも思い出せますけど、大学、学部卒業したばっかりの人にわかるわけがないと思うんですよ。1>, <laughs> そ1週間で読め って言われて、まあ無茶ですよね。いい本だと思ういますし、あのいまだに時々こう見返すことはありますけど、まあ難しいですよね。 金曜日の夜はあの勉強しててあ朝方になると寝るか寝ないかの決断みたいになるんでしょそうなんですよ。で、あのなので8時半というのは、われわれにとっても実はありがたかったんです。<laughs> 例えば10時始めとかだと1回寝ちゃうんですよね。<laughs> <laughs> で 8時半なら朝、明け方5時ぐらいにいや、あと2時間起きてればなんとかなるみたいな、ですねこのまま起きててもなんとかなるっていう感じで、あの明け方3時とか4時ぐらいに、えー、とお互いにこう山下さんとかと電話して、寝てないかどうか確認するっていう、確認 <laughs> <laughs> して、全、え、備、ー、に臨むって感じでしたね。 でも、フラフラになりながらゼミにあの出席すると、どんなどんな感じだったでしたっけ <laughs>、えー、まあど,どんな感じっていうのも、その発表をするんですけど、一応、うん、レジメ切るんそうそうですかそうです、そうです、あのー。えっ、ー、と最初はまだ、僕らが、僕が M1 の時はまだ全員手書きだった記憶があるんですよ。あのー 世代的に多分小川さんもそうだと思うんですけど手書きからワープロに移っていく第一世代ぐらいそうですね書院とかね使ってね、えー、持ってましたからルポとかでまずはその手書きでレジュメ作っていってで発表してなんですけどまああのこう一生懸命発表してもその野中先生の反応が えそこですかっていうところにですね、<laughs> 質問やコメントが来る。いや、そ,そ,こ,そこだって本数字じゃないとこじゃないですかっていうところに、え、そこなんですかっていうのでな、何を求められてるのかとか、どんな議論をすればいいのかっていうのが、M1 で入ったばっかりで、全然分かんなくて戸惑ってたっていう感じですかね。 そ,その中で、沼上さんがあれですよね、野中先生とすごい、頂上発信の感じで議論されて、ね、たんですはい、はいでまあ、あの例えば僕がこうダメダメな発表をして、えー、と全然こうポイントの外れた話をしていると、野中先生がなんかこう斜め上の方からこう謎のコメントが来るんですけど、<laughs> そこを沼上さんがこう正当派で真っ正面からこう。うん こういういここではこういう議論をしてて、これがお話のポイントで、こういうことを考えなきゃいけないんだみたいな話をこう修正してくださって、規修正してくださって、野中先生とこう議論が始まっていくっていう、そんな感じですねうん野中先生というあの方にう慣れ始めるのはどれぐらいからですかえっとですね、そうだな。 多分野中先生っていうかそこのその場に慣れてきたのが、えー、5月4月に入って5月連休明けて6月ぐらいとかですかねそのあのそ,そういう、まあ、ほとんど沼上さんと野中先生とでこう話をしてるようなところに我々の M1 もこうちょっとずつ入っていけるような 発言ができるような感じになってきたのが多分6月ぐらいだと思うんですよね。で、あの、ああどうぞこれ、で、これは後で野中先生が、あの、後日、その頃のことを思い出して、アミクラはバカなのかと思ってた。っておっしゃるんですよ、ね。<laughs> 何にも言わない。俺と沼が喋ってんのに、何にも言わないから。 こいいつバカななんじゃないかと思ってた野中先生が後でおっしゃってましたえー、でももちろん野田さんにしろ山下さんにしろこう突っ込めずにこうなんかそうですねですからあの人たちがあの人たちがその入っていけないっていう状況だったっていうの今では想像できないんですよね。二 <laughs> <laughs> 人とももうやめてくださいっていうまで勝手にしゃべる人ですから。ああ そうですよね。で、えっと、一方で、というか、結局、この、なんか、謎の土曜日8時半の野中先生の授業っていうのは、えっと、網倉さんは5年間出席されるんですよね。そうですね。<そ>はい。それって不思議ですよね。そうなんですよね。あの、たぶん、えっ、ー、と、一橋のそういう、なんていうでしょう、当時の。 指定関係っていうか、コミュニティのすごく流動的で緩いところで、あのー、どこに出入りするっていうか、どこに行くかみたいなことって、全く誰も気にしない感じでしたし、あの大学院生も、えっと、勝手に勉強会やってたりとかもしましたし、えー、とか、例えば僕、一時期、伊藤国先生のとこで、 リサーチプロでまあ、その、こう、ま、これは多分その、えっ、ー、と、その当時の今井先生とかの宮川先生がこう、古い一橋を脱皮してっていうので野中先生を連れてきたりとかっていうことの多分その頃の影響のすごく自由な雰囲気があったんだと思うんですけど、 どこでも勉強したければそこに行ってやればいいしっていう感じだったんで、えー、まあ野中ゼミに5年間行き続けてましたから、えー、と一橋の青島さんが後日、えー、と彼は楠木さんとか青島さんとか米山さんとかあの学習の米山さんとかがちょうど僕の2年後輩になるんですけど 大学院入って2年ぐらい経ってからですけど、青島さんがすっごい真顔で、え、アミクラさんって、中ゼミじゃなかったんですね。大発見ですっていうんですね、<laughs> 今頃知ったのみたいな。<laughs> <laughs> も,うもう D, <laughs> 2> D の2位にもかかわらず、アミクラさんが。<laughs> 二そうそう年もうもう、もう D, D ドクターまで来たのに、ようやく網倉さんって野中ゼミじゃなかったんだってことを今まで知ったの、あなたみたいなですね。あ<ー>っていう感じだったんでその、我々、これ、あの本籍厳重書主義っていうふうに当時、大学に生、言ってたんですけど、本籍は、例えば山下さんは田之内ゼミに本籍があるけど、厳重書は今、伊丹先生のとこで一緒にやってますみたいな感じで。 割とフラフラどこにでも行くみたいな感じでしたね当時の一つばの大学院って、うん、えでも宮川ゼミは宮川ゼミで毎週されてたんでしょうか。そちらもちろんあります。はい。うん、そっちはそっちで毎週あります。なるほど。でえっとの中先生の授業は五年間続くなんかよあの続くあの授業ゼミだったんで。 だそうですけど、伊丹先生のやつはまたみえ大学院生全員受けるんだけどみたいな、で,でもででそうですね、もう全然違う授業で、伊丹先生のはミクロ経済学の初歩のトレーニングでした。えー、と多分ちょうどその頃あの岩波の、えー、と青木伊丹の教科書が出た、企業の経済学が出た長くらいで、えーと、それを読んだりとか、ヘンダーソン・クオントの ミクロ経済学のテキスト読んだりとかっていう感じで、伊丹先生の方は、当然みんな、小学研究の大学院生は必ず行くんだけど、そっちはもう本当にミクロ経済学のトレーニングっていう感じでしたね。佐久間先生とペアでやってたんで,したんですかそうです。伊丹佐久間。我々通称、伊丹佐久間っていうふうに呼んでましたけど、春学期が伊丹先生で、秋学期が佐久間先生の授業で、これはもうあの大学院生たるものを一度は 必ず行けとただ、その伊丹佐久間はまあその経済学の基礎なんで、毎年行く必要はないっていう感じでしたね。えっと、その、なんですかね、ワーク自体はそんなにヘビーではなかったんですかえーっと、割と割とヘビーでしたけど、宿題とか、予習とかあってあの、結構ですね。あの えー、伊丹先生、まあ、コースワークがヘビーだったのかこの部分はもしかしたら後でカットお願いするかもしれませんけど <laughs> 伊丹先生の人柄かもしれませんけど厳しいコメントが来る。はい、で僕はの未だに覚えてるんですけど伊丹先生に、えー、とその授業で半旗受けてて一回だけ口答えして「そうだなお前の言う通りだな」っていうふうに言われたのが。 ダミ先,生先生はよく「分かれ」っていうふうに命令系でおっしゃいますけど「分かる」は自動詞なので命令系はありませんっていう,うい <laughs> <laughs> そこはそうだなでもお前これで分かれっていうねいくらお前本当バカだなっていう <laughs> いやでも本当バカだなってうのはたくさんの人が言われた言葉ですよねもうもう言われましたもうでなんか、うん、とばっちりくるんですよね 山下,さん山下さんが隣で喋ってて、で山下、お前、本当バカだなって言って、ついでに僕の方見たアミクラもバカだよなっていう。<laughs> <laughs> 先生、僕、今、何も喋ってないじゃないですかみたいなですね。お前ら、全部まとめてバカだみたいなことをおっしゃってたって今だったらちょっとあれは、えー、あのなんとかハラスメントかもしれませんけど、まあ。なぜか伊丹先生は笑ってるってことでしょ。 しかもそうですね。まあ、あのご本人はあれはもう愛情表現だっていうふうにおっしゃってましたけど、あのお前らバカだなっていう話ですね。あそれで、あの、まああののま両,両局の対照的なあのところで勉強しながら、野中先生との関係がそこそこなんか深まっていって、お仕事を手伝うようになっていかれるんですよね。そうですねあの 協調の論文を書いたりとか、あとその一緒にインタビューにあのツイツートていただいたりとかいうことだったりとか、その、えっ、ー、と、原稿の整理をするとかっていうふうなことだったりとかっていう感じになってあと、えーと、当時、大学院生って奨学金を、育英会の奨学金をもらってたんですけど、 それ以外にもその野中先生のまあ今でいう多分リサーチアシスタントなんだと思うんですけどあの野中先生が持ってらっしゃる研究費から月々そのお給料をいただいてそういうアシスタントの仕事をするようになるっていうのが多分ドクターになってからですかねおそらく。 じゃあ一,一応フォーマルにお金が出る形のアシスリサーチアシスタントだったんですか多分えっとですね、大学、おそらく今になって思うと、大学のその一橋大学との雇用じゃなくて、野中先生が多分どこから、おそらく外部から持ってきたリサーチファンドで、えー、雇ってくださってたんだと思うんですけど、あの月々頂い,いておりましたで あの親からの仕送りなく、学生生活をくれるという感じでしたね初代が沼上さんだったイメージですかそうですね、沼上さんがそういう形で、えー、っやってらしてで、2年先輩なので、えー、っと多分、ま、僕が D1 になった時に、沼上さんが D3 であの、単位取得論文を書くから、もうそろそろそういうことができなくなってっていうので、じゃあ、ミクラお願いねっていう感じだと思いますね。 ちなみにアミク,ラスアミクラさんは静岡でしたっけご出身どちらでしたっけ僕山梨です。あ山梨か。うんはい、であのえー、っと下宿されてたってことですよね。そうです,そうですはいあの結構大学院生時代って皆さんあのお金なくて困ってらっしゃったんですよね。お金なかったんですよ。はい僕はあのいやこれ本当かどうかわからないしご本人にあの。 あの直接本当は確認すべきだと思うんですけど、僕が聞いたエピソードで、沼上さんのところは電話止められたか電気止められたか何かっていうのを聞いたことありますか、ね、えっと、いろいろ止まりましたよ。<laughs> <laughs> いろいろ止まって、止 <laughs> まる順番を僕に教えてくれました。あ、そうですか。どんな順番になるんですか えっとですね何だっけな、もう聞き忘れちゃいましたけど、ガスとか水道とか、ガスが多分最初に止まって、水道は最後まで出るんだよみたいなんですね。ああ、そうそう、それ聞いたことある。とい,いうふうな話を、我々あの、貧乏な生活をしてましたので、そういうことにはこと書きませんでしたけど。だから、沼上さんのところが電話が止まるから、みんな沼上さんところ連絡取れないみたいなことが発生する。っていうのがありましたね。ああ 野中先生のリサーチアシスタントされたということなんですけど、どんな感じで仕事が降ってくるんですかえーえー、っとですね、まあ、いろんな雑多な仕事なんですけど、大体、こう、えー、研究室にいると、電話かかってくるんですね、内線電話が。だと、<ー>大学院生の研究室が当時、5人って1部屋だったかな、共同研究室があって、でもそこにいると、内線電話がかかってきて、でも電話かかってくるのって、多分ほとんど野中先生だけなんで。 電話の一番近くにいる友達が、多分また野中先生だよって言いながら、はいって電話すると、あみくら君いるって聞かれてですねで、じゃあちょっと来てくれよっていうんで、あの同じ敷地内で、まあ、歩いても隣の建物なんで、2、3分で着くんですけど、野中先生のところに行くんですね。2>, に2回か3回 ?2 回だったかなえっと、野中研究室、多分三3回ですね、2> 2イノベーション研究センター、3県の。 米倉先生があそこの一番奥で,で、ね、2>, えと2つ隣か1つ隣かですね。でまあ,あのそうすると大体はあのこう、えー、とどこそこで原稿を引き受けてきたんだっていうふうなお話で,で締め切りいつでこういうことについて書こうと思うんだけどっていうので、えー、とものすごいこう 何でしょうそのラフなメモがあってそんな話をこう始めるんですけど「え先生これで書けるんですか?」っていうですねいう <laughs> ところでちょ「ちょっとお前こ,ここなんかその補強する材料を見つけてきてくれよ」とか「ここのロジックをどう展開したらいいかちょっと考えてくれよ」みたいなふうに言われて「あのあじゃあ分かりました」って。 っって言って言、まあ、研究室に戻って、まあ、あの自分の授業もあるんですけどそういうのをこうやってるでしばらくするとまた電話かかってきて「ああミクロあの件はどうなったじゃあちょっと今行ってお話しします」とかって言って「これこれこうでこうで」って言うといやそうじゃないと思うんだよなみたいな違うと思うよみたいなお話をされてっていう風な感じで最終的に原稿が出来上がるっていうプロセスだったと思いますけどね。 原稿は誰が,誰が書いてるかあのえっ、ー、とー手書きの野中先生手書きの原稿を助手の方がこうタイプするかあるいはもう僕がもう打っちゃうその頃はあのえっ、ー、とごめんなさいワープロを使い始めてましたんで、えー、もうもうこの辺の話は僕が打っときますよみたいなというので最後出来上がっていく。 っていいう感じじゃないですか、多分最終的には助手さんが、まあ、あまとめて、聖、えー、書をして原稿になってたんだと思いますけどねあの僕、えっと、何年か前に、えっとですね、あの5年前か、5年前にアミク倉さんにおあの今日みたいな話を伺った時の衝撃的な文章があって、それはあのアミク倉さんが野中先生はキーボードを打たないって言い切られたんです。<laughs> 打たないですあ多分、えーと、世代的なお話だと思うんですけど、実は僕の師匠の宮川先生も打たなかったの。キーボード,キーボードじ実は宮川先生、最近スマホをデビューしてメールが来るようになったんですよ。おー。御年85にして。あ88だ。今年9ですねあの。今までですから、そのキーこ,こ,この。 このキーボードだと打たれなかったんですけど、スマホであのフリック入力ができるようになったらしくてですね、じかにメールが来るっていう、多分あの世代の方たちはタイピストがいて、えー、と自分では打たなくて、あのバークレー、野中先生はバークレーで博士論文を書くときも、タイプはお願いしてたっていうふうに聞きましたんで、手書きで。 原稿を書いてでそれをそのタイピストの方が接書するっていうのは多分そこはその世代的にあのキーボードのタイピングをなさらないおそらく最後の世代なんだと思うんですよね。そこで終わるとあそうなのねっていうふうになるんですけどあの2つ目の衝撃的な網倉さんの言葉であったのは「野中先生は書き言葉の人ではない」。 そうですね。書き言葉の人ではないっていう、ええ、その辺も少し教えていただいてましたですか。あのえっ、ー、と、なんだろうな、野、え、中、ー、理論の席でお話をすると、たぶ、うんですね、えーと、野中先生は、じお一人でそのエクスターナリゼーションをする。 っていうのはすごく、えー、と苦手だしあ,あんまり楽しくないと思ってらっしゃるんだと思うんですよ。でその書き言葉の人ではないって僕が言ったのはそのやはりその書き言葉だと、うん、基本的なこうロジックがあって構造があって えー、その気象点結みたいな形でこう最後こうまとまっていくっていう風な形のある種の,こうあの形式論理にすごくのっとった形でいく世界なんですけどそこはあんまり多分その得意な思考方法でもないしやってて楽しくないんだと思うんですよ。でその だから多分暗黙地っていうことをすごくおっしゃって人の話を聞いてあここだこれだって思うんですけどそれをこう書き言葉としてエクスターナライズするっていうところはご自身でもそんなに楽しくないし苦手だと思ってらっしゃるんだろうと思うんですねなので、えー、とそういうことをするパートナーを探す っていうのが野中先生がその,あのこれまでのこう研究反省を振り返って、えー、とパートナーを常に見つけるんだってことをおっしゃってるっていうのはあのこう喋りながら多分その書きながら自分の中でこう、えー、こうじゃないなとかこういうふうにロジックつながんないなっていうふうなやり方をして考えるんじゃなくて誰かと対面で 話をしながら、うん、こうあじゃないこうじゃないっていう話をしていく中でロジックを見つけるっていうのが、えー、野中先生の多分仕事のスタイルだしそれが好きなんだと思うその,その方が好きなんでそこで自分が思いつかないような論理展開とか、えー、とこんなサジェッションがあったとかっていうことを見つけることをすごく重視してらっしゃる。 っていうのがあの書き言葉の人ではないっていうで、多分その反対極。おそらく伊丹先生だと思うんです。伊丹先生はこう。自分一人で多分机に座ってディスプレイに向かってキーボードを叩いてるとロジックができて、あとはこう。文章を見ていくだけみたいな。ことでこう。直線的なストラクチャーを作って読み物として。 読みやすいものとか面白いものっていうことを書くこと自体が得意でしょうし多分個人的にもお好きなんだと思うんですけど中先生はそういうこうあの一人で机に向かって進言してロジックつなげるみたいなプロセスについてはそんなにこう得意でもないと思ってるし好きでもないんじゃないかなっていうのが僕の推測なんですけどね。そそれがその えーと野中先生はその書き言葉の人ではないっていう発言の意味なんですね。あの、伊丹先生の話は意味クも出ましたけども、アミクラさんがあの数年前にお話を伺った時に伊丹先生は私がお会いした時にはすでに完成された方でしたって表現されてて、それもまた面白い表現だなと、いろいろ思ってるんですけど。えー、あのー 実はですね、僕、昔、宮川先生の研究室で、えー、歴代のゼミ性の卒業論文が全部並んでたのを見て、伊丹先生の卒論を見たんですけど、まあ、文体がですね、全然変わんないんですよ。えー、<laughs> 卒論の文体も。もうあの まあ、字も変わらないのはまあそれですけどもうなんかもう文体がもうあの痛み節その卒論があの痛み節であもう卒論の頃からこの人完成されてたんだなで多分すごくこう伊丹先生はどっちかっていうとこう、えー、セルフエデュケートっていうか自分自身でこう考えて自分のロジックでその論を組み立てる。 いうう方なんだと思うでそのやり方は割と早くからおそらくもう完成の域にあったんだと思うんですね。なんです伊丹先生は、まあ、そう対して野中先生はこう一人で何かっていうんじゃなくてやはりそのチームでみんなで話しながらとかっていうことを重視されているのでそれこそその組織的知識創造っていうのはまああれは自分のことを言ってるんだな <laughs> いうのが僕の会社ですけどね。ああそうそういう中で、あのえっ、ー、とダイヤモンドハーバードビジネスに書くあと論考の中で、はいはい、その景、えー、式値と暗黙値のスパイラルなこうえっ、ー、と運動っていうのをアミクラさんが強調で書かれるわけじゃないですか。はいはい。その時って苦労され、その話え別に苦労してないんですよ。あそうですか。苦労してないっていうかあのまあえっ、ー、と。 そのネタはあって、でまだ,ちょまだあの当時手書きで原稿を書いてて、でえー、とまだ手書きですから、その編集者の方がこの原稿を取りに来るんですね、紙の原稿を取りに、あのメールドグルとかファックスとかではなくて、原稿を取りに来,るあ来てたんですよ。それでえー、とまあ なん朝、朝一番に野中先生から電話が来て、なあ、ミクラ、今日ダイヤモンドハーバーズビジネスの編集長が大学に原稿を取りに来るんだけど、何か図表を一枚一個入れてくれって言われたんだと。<laughs> <laughs> なんか文章だけだったんで、なんか図表を一枚入れてくれって言われたんだけど、お前、書いてくれないかっていうですね、すっごい雑な振りを。 編集者からの要請で「えー、なんか図柄が1枚必要なんて書いてくれ」って言われて「えー、何を書けばいいんですか?」って言ったら「いやもうそれはダイナミックな暗黙地と形式地のスパイラルだ」。 っていうですね。話がされたんで、鉛筆出して、そこら辺にある紙にですね、こんな暗黙地ってわけわかんないから、形がぐにゃぐにゃでみたいなですね。<laughs> 形式地は形が整っていて、その間をこう、矢印がこう上に向かって回っていくスパイラルで、こんなんでいいですかって言ったら、うん、それでいいっておっしゃったっていう <laughs>。っていうのが、図として多分、暗黙地形式地とか、 えとその間のこう変換みたいな話の図になって現れたのはおそらくそこが最初なんだろうと思います。それ以前は多分絵はなかったと思いますので、うん、あそこが最初で,でそこからそのあのどこからどちらへっていうんでその4つの席になっていったんだと思いますけどね。うんあれえっと安部倉さんのところですでにインフォメーションからナレーチへの転換っていうのは野中先生されてた えっとですね多分転換点でその辺は時によってインフォメーションとおっしゃったり時によってナレッジとおっしゃったりっていう感じだったと思いますねあのえっ、ー、とおそらく僕が大学院に入ったのが1985年に学部卒業して85年ですからそこであの知識創造企業が出た年で、えー、で僕が出た後にあのナレッジクリエイティングカンパニー 1985年があ企業進化論のほうですね、そっちが情報創造で、で僕が出てったところであの知識創造が出ましたから、ちょうどそのインフォメーションからナレンジっていうところにこう移り変わっていくタイミングを見てたっていうことだと思いますね。なんかああのこれは えっと、米山さんに聞いたんですけど、バークレーにあの途中、在外研究行かれてて、帰ってきた途端にいきなりナレッジって言い出して、ナレッジっておっしゃってましたね、はい。でよ、読むのもなんかいきなり哲学のやつを読み始めた。フッサールとか読まないと、なんじゃこれはって言うんすね。<laughs> <laughs> 現象学とかなんですかね、これはみたいな感じでしたけど。 存在論とか認識論とか存在論論ととかか認識論とかって、まあ、あのー、存在論とか認識論みたいなお話は、ね、馬上さんがいる時代から我々は読まなきゃいけないとかっていう感じで読んではいたんですけど、そういうのの比重が多分高くなっていきましたよね。野中先生の中ではそのですか、ね、情報と知識の差っていうのは明確にちゃんと説明できる形で終わりだったんですかねうんと。 そこいらへんはちょっと僕も転換点についてはあんまりわかんないんですけど、あんまりなかったんじゃないかと思うんですよ。もともとはやはりそのサイモンとかの、ハーバード・サイモンとかのことから言ってましたんで、うん、多分僕も M1 の時にあのアドミニストリティブ・ビヘイビアとか読んでますし、そういうその情報処理モデルみたいなことをおっしゃっていた。 タイミングがあって、で、どこかのところで、それは情報じゃなくて、ナレッジだっていうふうに、うん、時によって、た、うん、多分僕、割と、えー、マスターのうちか、ドクターの早いタイミングで、えっ、ー、と、ナレッジとインフォメーションっていうのを、なんかこう、インターチェンジャブルに 野中先生使ってらっしゃるんですけど意味が違うんじゃないかっていうふうなことを、えー、と一緒になんかその論文の下書きとか書いてる時にそういう話をしたような記憶があるんですよね。なん途中まで「インフォメーション」って言っててなんか文章の最後になって「ナレッジって言い始めたんで「なんかナレッジ突然出てきますよねとか。 って言ったら、いや、どうしても言いたいんだ、俺は。じゃ、じゃ、まあ、まあ、お気持ちがそれならば、みたいな。<laughs> あ、えっと、タシットナレッジって言い始めたのも、ちょうど。帰ってきて、来られてからでしょうね、うん、おそらく。そうですね。ちょっとそこ、正確な前後関係は。わかりませんけど、ある時期、その。哲学のフッサールとか、ポランニとか、そういうのを。 えー、まとめて大学院のゼミで読み始めるタイミングがありましたから、おそらくその頃じゃないですかね。あと、あれですね、認知科学の、えっと、宮崎さんとか、宮崎さんとか、はい。あの技を進め上野さんとか、えー、っと、当時その、一橋の産業系研究所が、その定期的に研究会を、まあ、今もイノベーションセンターやってますけど、やってて。 上野さんとか宮崎さんとかもあの研究会でお話をしにいらしたと思いますね。そ,その辺で多分暗黙地に対する理解が深まっていったっていうイメージなんだと思いますはい。でまあ,あの知識創造理論そのままだったっていう話なんですけどこうエクスターナイゼーションするプロセスをク倉さんが手伝ってらっしゃったわけじゃないですか。はいはい、それって相当 ななんですか自分でエクスタナライズするんだったらまだしも、野中先生がなんかこう考えているものをエクスタナライズするっていうのは、相当の,なんか難ぎなあの難しい仕事のような気がするんですけど、それはなんかコツとか終わりだったんですかいや、多分コツはなくて、そのえー、と直感的にこの話はつながるなって。 っていうふうな、うん、と途中のプロセスを全部すっ飛ばして結論が見えてるんだと思うんですよ野中先生って。であ,の、まあ、ある種こうすごくなんでしょうねえっ、ー、と僕もそのやり方が上手だったとかとか上手くなったっていうつもりはないんですけど、うん、野中先生とそうこう話をしてて。うん えー、そんな話はつながりませんよみたいなことは言うんですけどもう一方でああそれってありうる筋だなとかそういう話ってあるなみたいなことをどっかで感じてるんですよただその,あのロジカルに途中のステップをこう積んでいかないとあのこ,こ,ここのスタートからここの結論までは いかないなみたいな途中がす全部すっ飛ばされていて結論に行くんですけどあでもこの結論はありだなっていうある種のこう核心のようなものがあるんですねで多分そこはあのそれこそソーシャライゼーションの世界で野中杏目地が喋ってるうちに僕のところに入ってきてるのかもしれないんですけどでそこをこう,あのこう机に向かって当時はワープロですけどワープロに向かってうーんとかって言いながら 考えるっていうプロセスは、まあお金をもらってたっていうのもあるんですけど、それはそれで楽しかったんだと思いますよ。やっぱりそのあのお仕事するにあたって、その土曜日の8時半のあのその5年間の蓄積、3年間4年間の蓄積っていうのはやっぱ大きかったってことなんでしょうかね。そうですね。ですからまあその中先生が今何をどんなことに関心があるのかとか。 どういうインプットを出てきてるのかっていうところのこうベースの部分がそこで培われていたんじゃないかと思うんですが、まあ、だからこそ,こうその直感的にあこの結論はありだなとかこれはなしだなみたいな話が判断できるっていうところはそこは絶対あったと思いますね。あともう一つさんの 言葉で言うと、ペットケースっていうんですか、はいはい、野中先生は入りの、はい、それはやっぱり野中先生の暗黙知理解にはやっぱり役に立ったってことなんですかねいやー、立たなかったケースも多いですよ。<laughs> <laughs> あのー、こ例えば、一時期、えーと、ホンダのシティのケースとかあったじゃないですか、あれとかを盛んにおっしゃるんですけど、全然わかんないんですよ。<laughs> <laughs> えなんな何がこ,うこのケースそんなに面白いんですかとかいうでそのとまあその何でしょうねえっ、ー、と何回もこう例えばその、えー、とパナソニックの松下のホームベーカリーの話とかホンダのシティの話とかっていうこうその時々のこうお気に入りの事例があって えー、お話しされるんですけど、いや、先生、その事例はここの話と全然関係ないですよね、みたいな、と <laughs> この文明で出てくるとかっていうのも、うんえー、あるんで、そこは多分、野中先生の中ではなんかつながっていて、僕の方でわからないだけなのか、野 <laughs> 中先生もそこはなんか、なんでしょう、その、わかんないけど、とりあえずこう、 アドバルーン的に上げてみてみたいな周りがダメってな仕込めるかみたいな話なのかちょっとそこは分かんないですけど、うん、あのペットケースの中先さんのペットケースをくつぶさに見ていてそういうことが役に立ったかっていうとあのそこはあんまり役に立っててる気が僕にはしないんですよしかもホンダのシティって言いながらシティのことそんなに 分かってなかったです。あの <laughs> <laughs> 乗ってませんでしたしね。であの街中で一緒にこう歩いてて、ちっちゃい車見ると、ミクラ、あの車はシティか違います、先生。<laughs> <laughs> あれは日産の何でしたっけえっと、えー、っと、日産のちっちゃい車。え,ー、えっとイ、イギリスでマイクラっていう名前で売っている。 えー、もう忘れちゃいましたけど、まあ、そういうちっちゃい車、ケイトがちっちゃい車を見ると、必ず大いアミクラ、あれはシティかって誓いますから、そもそも車の違いは分かんないでしょう <laughs> っていう感じでしたけどね、まあ。とにかくホンダのシティなんだみたいな感じですかね。そうですね、えー、あいや野中先生、ただあの研究する際にはやっぱりそのペットケースっていうのがあるっていうのはやっぱり重要そうなんだろうなっていうのはあったってことですねそうですね。えー だ、うん、からその横で見ててこのペットケースのどこがその何て言うんでしょうツボっていうか何にそんなにこう思い入れがあるのかとかどこがこう野中先生をこう駆り,り立ててるのかっていうところは実はあの僕は現象面に関しては実はいまだによく分かんない。<laughs> 正直に言ってわかんないんですよ。あんなにコミュニケーションしていても、今そんなにしてないと思いますし。で、多分一つは、あの車の違いがわかんないみたいなとこで。やっぱり野中先生は中小の世界で生きている。人で、その、具象の世界でケースの細部とかっていうところまでは。 あんんんまり降り降てこないんじゃないいじゃかと思うんですよねその車の違いがわからないみたいな感じですからなのでそこいらへん僕はどっちかっていうとそっちがこう気になるタイプなのでその辺が多分こう話が噛み合わないっていうか未だによくわかんないぞっていうところの違いはあるのかもしれないですね。なるほどちなみにあの、えっと、2年下の世代がどっと入ってくるんですよね。ははい、はい そこであの8時半のゼミっていうのは随分様変わりし,していくんですか、ね、えっともう,もう人数がこうあの4人から20人ぐらいに増えるんですよ。その、えっと、僕がマスター終わってドクターになった D1 になったタイミングで青島さんとか、うん、楠の木さんとか米山さんとか。 とかえー、っと今、中央のビジネススクールの遠山さんとかがいらっしゃってでそこですごく、あ,のあそこ本当にあの奇跡的な豊作の年なんですけど、そこで10人ぐらい増えてきて、で、えー、っと留学生の人とか、あるいはあのマーケティングの人とかも含めてていうので、そ,それまであのイノベーション研究センターのこう2階に会議室があって、 えー、丸テーブルでゼミやったんですよ、4人だったんで。それが丸テーブルで収まらなくなって、その奥の方の、反対の方のこう大きいロの字型のとこにみんな座る <laughs> っていう風になって、数が増えていきました。で、そこは多分、やっぱり沼上さんの、ごめんなさい、沼上さんの影響力が強くて、えー、っと、 伊丹先生とは違う意味で大学院生たるものの中ゼミに来るものだっていうふうに、青島さんとか楠の木さんとかに、あのまあ、半分脅迫、<laughs> 半分は信じ込ませてっていう、全部、全部あれですね。脅迫に近いですね。半分それだと。洗脳、<で>洗脳みたいな感じ。洗脳、そうですね。マインドコントロールして。で、あの、M1 の人が大量に。 やっっててきたたんでで数が増えましたっていうところですね、うん、そ,のそれまでそのあの4人でやってましたし、えー、と中身についても、まあ、沼上さんがこれ読みたいとかこれ読まなきゃダメだっていう,うな話は時々なさってはいたんですけど、うん、野中ゼミもこう、まあ、基本的には野中先生のその時々の興味関心で今 フッサールに興味があるって言うとみんなこう現象学読まされて何だか全然分かりませんっていうな <laughs> <laughs> ことでこう次週何やるか全く分かんないみたいな感じだったんですけどまあ人数も増えてきたしでそのえっ、ー、と伊丹先生のとこのミクロの授業はその経済学のツールの使い方を身につけましょうよというとこなんですけど野中ゼミは経営系の大学院生としては こうある程度、なんて言うんでしょうね、えー、一人前のアカデミーシャンとして生きていくために、最低限やっぱりこれは知ってないとダメだよねっていう風なお話をこうカバーするっていうような、まあ多分、の今の言葉で言うとコースワークに近いような発想で、えー、と事業を運営しようっていう話を沼上さんが。 えと野中先生と相談して、そういうふうにしよう、人数も増えたし。で、沼上さんがその1年目のリーディングリストを作られて、で、今回は例えば、ん、えっとな、なんだろうな、例えば今回は組織論の、その、アストン研究の研究読みましょうよとかあの、今回はその、レスリス・バーガー・ディクソンをちゃんと読もうよとかっていうふうな、あの、テーマが、 基本的には1回完結のテーマがあって、えー、それについての基礎的な文献とかというふうなものをちゃんと読もうよっていう感じの講義になっていくです、ね。で、網倉さんがその,、えー、とその作業を引き継いで、リーディングリストを。そうですね。はい。で、真神さんが、えー、もう D さんだし、で、あのもう卒業なさるで。で、えー、その、こう。 リーディングリストを作るあの作業を僕が引き継いで、で次に僕が出ていくときには米山さんにやってもらってっていうふうな形で、えーとまあ、ある意味でその自発的に、えーまあ、大学院生が、ってかまあ、あの真見さんはもう当時から院生っぽくなかったですけど、大学院生が自発的にそのあのコースワークみたいな形、基礎的な文献を読む。 っていう風なコースを勝手に作って野中先生が「こ、うん、この話何が面白いんだ俺には全然面白くないぞ」って苦情を言うってうこの話が知識相当でどうつながるんだとかっていう先生それは関係ありませんからみたいなことを大学院生が言うっていう下克上なゼミでしたからね。 あアミクラさん的にはその大学院じゃないとこんな分厚いのとかこんなん読まないだろうなっていうのもあのリストに入れるようにされてたっていうことですね,です,ねですからまあ基本的に一人だったら読めないなとかあの途中でさせしそうだなとかっていうのをこう入れるっていう感じですかね。どどうぞ野中先生の研究室に行ってこうまあ大体なんとなくこう本の塊があるん。 ですけど勝手に野中研究室に入っていってあのあ、じゃあ、じゃあ、こ,こんな感じで、えーとこ、これとこれの塊でとかっていう風な感じのこうものを作っていって、それでリストアップするっていう感じですねアリソンの決定の本質とかもそういうので入れられたってことですよね。そうですね、えー、と多分 えー、アリソンの決定の本質とかは伝統的にやっぱり方法論の話はちょっとまとめてしっかりと考えましょうよっていう感じで、えー、それこそ委員の,のケース,スタディの方法とかみたいな話とかっていうようなシリーズで、えー、と今回は方法論の話ねとかっていうので、えー、と決定の本質とか っていうふうなことを入ってたと思うんですが、まあ、方法論と、えっ、ー、と、その、先行研究の、重要な先行研究の塊みたいな感じですよね。あの、えっ、ー、と、馬上さんや僕がおそらくイメージしてたのは、えー、組織検証の理論と測定、チクラ処方のこんな分厚い本みたいな、ね、その、 えとある領域に関しての重要な先行研究はある程度こうサーベイっていいますかその土地勘をつけておこうよっていうふうな感じの、えー、とリーディングリストが作れればっていうことを意識して作ってると思いますね。 プラス野中先生を見たい本が上にオンされてる感じですかそで時々、はい、時々。時々、あの、どうしてもフッサール入れろとかっていうのが入ってきたりとかですね。<laughs> でそ、その辺がこうあの、えー、大学院生と野中先生とのこう熾烈な争いがあって、いや、先生、それはなしですよみたいなことをおっしゃるんですけど、まあ、そこをこう、押し引きが、力関係の押し引きがあって、 あの入ったり入らなかったりみたいな感じですかね。はその土曜日の,あの授業はそういうリーディングリ,リ,ーディングリストがある中で野中先生は読まずにやってきてなんか突っ込むみたいな感じだったんですかまあ結構ありますねあのと。自分が気に入ってるとか知りたいものとかは読んでらっしゃったりしますしもうすでに読まれた本とかもあるかもしれませんけどなんか全然関係ない話を斜め上から言ってくるみたいなんですね結構ありましたけどね。<laughs> ああそれはでもゼミはゼミとして盛り上がるんですよね、おそらく。それはそれで盛り上がります。やっぱ面白いんですよ。あのー、その、なんでしょうね、前後の文脈とか全く切り離しても、野中先生の話って面白いんですよ、やっぱり。これあの僕が、えー、と論文書いてる時にこに、自分の研究で行き詰まって、 野中先生のところにちょっと話を聞いてくださいって言って相談しに行くとですねあの最初の3分ぐらいは僕が喋ってるでこうこんなこ,こんなこんなであの今行き詰まってますみたいなことを言うとそうかそれは分かったところでなミクラですね俺はこの間こんな人の話を聞いてこれが面白かったんだよっていう話を始めるんですよ自分の話をで僕この中ではえ俺の論文の相談に来てないなんでこんなおじさんの話聞かなきゃいけないんだよ って思いながらも聞いてると面白いいんですよあいつのの間にか相手話野中先生の話面白くてで単にこうなんでしょうね、えー、と面白おかしいっていうんじゃなくてその話がインプットで野中先生がどうインスパイアされて最後何を言いたいかっていうところの話にやっぱなるんですよね。 でそこのところで、いや、先生、それはそういうロジックじゃなくて、こうなんじゃないんですか、みたいな話をこう、いつの間にか自分の研究の論文のことはこっちに置いて、野中論文の話をしてるんですよ。でそこはやっぱ面白かったから、そこに引き込まれていったんだと思いますよ。うんで、野中ゼミもやっぱり、そういう、その,あの、先生、この論文全然読んでないでしょう、みたいな。 話をされるんですけどそっから先の話の展開が面白いんでまあ,あのもともとのリーディングレッスンの話は置いといてそっちに行くみたいなことが結構あったと思います。野中ワールドにこう巻、ま、き込まれていく。巻き込まれていく <laughs> なるほど。でえあアミクラさん博士論文はでも宮川先生のテーマで書かれたんですか そうであの僕、実はまだ博士号を持ってなかったんですよ。であの、単位取得論文なんですけど、そこはもう野中先生のところで、<ー>自分のやってることでということなので、あのもうあと博士課程も好き勝手にやれっていう感じでしたね。うん、野中先生のところに入り浸ってても、まあ、それはそれとしてん。何の、はい。何もだ誰も何もその えと宮川先生ご本人も何もおっしゃいませんしあるいは周りの人もちょっと網倉それはどうなのみたいなことをおっしゃる方もどなたもいらっしゃらなくてで青島さんみたいに「えっ網倉さんって田中ゼミじゃなかったんですかびっくり」みたいなあの天真爛漫な人が出てくるみたいな感じですよね。ああ、ちょっとだけ網倉さんの,あの,こあの方のお話にあのもう少しで終わるんですけどはい、はい、入っていきたいんですけど われわれの世代だと、すごく、えー、と印象深いあの組織科学の論文があって、対話としての競争っていう論文があるんですけど、はい、それは、ク倉さんと沼上さんと新宅さんと浅場さんっていう、通称4人組と呼ばれている。あのゴールデン4人組の方々がいいあの出された論文だなんですけど。 このこの共同研究っていつぐらいから始まったんですかあれはですね、えっ、ー、と、今、えっと、馬上さん、僕らが、僕と浅場さん同学年なんですけど、僕らが多分、D1 になったときかな、馬上信託 D3 で僕らが D1 ぐらいだと思うんですけど、間違いの？い、もっと前か。うん あそうですね。いやそうです、そうです。えっ、ー、と、そのくらいですね。で、沼上さんが、あ、そうか。えっ、ー、と、も元の、元はというと、今、学習院にいらっしゃるあの医療経済の遠藤さんが、えー、大学院で金子幸夫先生のゼミだったんですけどあの、沼上さんたちと同学年なんですね。で えとドクター博士課程終わられた後にあのに、電通のシンクタンクの電通総研に就職されて、まだちょっとバブルな時でしたんで、研究費がある、お金あるんで。で、えー、若手の研究者でなんか面白い研究をしてる人たちにお金出すっていう話を沼上さんに持,って持ちかけてきた。で、確かそれが、 沼上さんが正常に就職される前だったかとか、ちょうどその沼上さんの D さんの終わりぐらいの話だったと思うんですけど、え遠藤さんはもう就職してたんですか、えー、で遠藤さんは沼、えっと、上さんと同じタイミングで、沼上さんが正常に行かれるのと同じタイミングで、遠藤さんも電通責に就職されるんですね。うん、で、就職前なんだけどあの、こういう話があるんだよみたいなことを確か持ってらして。なるほど でその研究費、えっと、電通総研の当時の社長さんとも、その入社前からお話をされてて、若手の研究者の人たちに何かこう自由に研究してもらう、たぶんの,多分のこうファンドがあるっていうふうに言ってくださって、で、沼上さんに多分、遠藤さんから沼上さんに話がいって、で、沼上さんがあ沼上信託ラインで。 話をしてでちょうどその2学年したの僕と浅場さんが入ってったっていうのが一番最初でもう本当にやりたい放題でしたよ。東大に一ええまあ共同研究って、ええまあ、言っても何かこう何でしょう今のそのプロポーザルを書いて2年間でこれやりますみたいな話では全然なくてあの良き時代でしたからお金ついてきます何でも好きに使ってよって。 っていう感じで、えーと、場所も提供するしあの、もしこう、質問表調査がやるんだったら、それもやるからね、みたいな、何でもやっていいよっていうふうに言われたんで、もうなんか、あの研究会と称して、えー、主目的はその後の飲み食いだったみたいなんですね。<laughs> <laughs> あの確か、電通総研銀座にあったと思うん,んですけど、 でそこの会員室4人って集まって一応まあ研究会という名目で誰かがこう発表して終わった後あの飲み食いするみたいないい時代でしたねあの頃はえそれは、まあ、そういうことを2年ぐらいかな23年やってたんだと思うんですよど,どれぐらいの頻度だったんですか 頻度はえーっとですね、月1とかぐらいじゃないですかね。はあ、すごいな、月1でそんなことしてたんですか。でもう多分、分その予算金額は分かんないですけど、お金あったんだと思うんですよ。月とか月1とか、1か月半、月1とか3か月で2回とか、そんなくらいだと思いますけど。じゃあ2、2年間で20回超、20回を超えるぐらいぐらいは、そうですね。ででもも、うん、なんかもうやりたい放題で えと今回はちょっと例えば僕があのもう一回サイモンのアドミニセーズ・ビヘイビアちゃんと読みたいと思うから僕が読んでって発表しますみたいな、うん、なんか次誰かやりたい人がでそこでみんなで話し,しましょうよみたいな、うん、すっごい全然これでよく今だったらそんなんで絶対お金出してくれないと思うんですけど、うん、やりたい放題でしたえそででもあれはえ 計算機電子計算機の電卓の話ですね。そ,それは誰、えっと、が持ち込んだっていうかメ、メインテーマとして誰がやってる感じだったんですかっと。もともと沼上さんが液晶の話をされてましたんで、そのから見てカシオとかシャープの液晶の話はしてましたし、えー、っと電卓のケースって、伊丹先生のペットケースですよね。 いまだに電卓のケースを時々話をされるんですけど伊丹先生さすがにもう電卓の話は分かる人いませんよって心の中で思ってるんですが。えそうなんだそうですねあの結構出てきますよ電卓の話。うん、その、えー、と意図せざる結果みたいなお話でその、えー、とキャノンが電卓やったけど製事業としてうまくいかなかったけどその技術が。 後で展開に来たみたいな、そういう話として、いまだにあの経営戦略の上に書いてありますけど、読むたびに、いや、もうこれはきっと今の若者には分かんねえだろうなと思うんですけど、なので、えー、土地我々、その、なんでしょう、土地勘というか、業界に関する勘はあ、それなりにすでに知識、えー、とデータの集積はあったんですね。 でまあ電卓産業面白そうだっていうことは思っていて、電卓産業の調査はしてましたという感じですかね。経験曲線は新卓さんがクオーツかなんかでやってましたよね。<laughs> あ、じゃあ <laughs> テレビは、はい、テ,レビテレビで,やっ,でレビやってましたし、でクオーツ時計もしてました。でも、まあ、あの辺の、そのまあえー、っと、今だったらおそらくデジタル化みたいなことが 産業にどう影響を及ぼすかとかっていう風なテーマだと思うんですけど、その当時はその電子化みたいな、LSI とか電子化みたいなことが産業にどう影響するかみたいな観点で、えーと、ちょっと古い話ですけど、電卓の話も資料を集めてたりして追っかけてたっていう感じですかね。でもあの、これといった着地点を探るという感じではなくて、共同研究を続けてた全くなかったです何。何の着地も考えてませんでした。遠藤さんや沼上さんは考えてたかもしれませんけど、 多分僕や浅場さんはもう何の着地も考えてませんでしたね、おそらく。た,ただ、それがあの論文としての形をなすことになるんですよね。ええー、まあ、これも、あのー、すごい偶然っていうか、えー、もともとあの、組織学会の東北大学で、えー、っと発表したのが、あの、 大和の競争のもとのこう世に話が世に出てた一番最初なんですけどで、えーっとですね、大滝先生あの当時東北大学にいらした大滝誠一先生があの組織学会の東北の大会の委員長であの企画として何かこう、えー、っと単独の単発の発表だけじゃなくて、えー、っと何かこうテーマセッションみたいなことをやりたい。 っていうふうにおっしゃっていて、で、ああ、それはいい話ですよねっていうふうにみんな言ってたんです。で、公募が来て、で、我々4人で、なんか、公募するかっていうふうに考えたんですけど、まあ、特に今話すこともないし、見送りでいいや、ですね、アウトプットとかもまだできてないし、えー、ちょっと応募できないよねって言って、パスしたはずなんですけど、ある日でマガメンさんから電話かかってきて、 大滝さんから頼まれた。<laughs> っていうんですね。沼上さん、誰も募集がないんで、何かやってって言われたんですって、<laughs> 大滝先生に。<laughs> <laughs> 大滝先生に頼まれたら、ノーとは言えない関係ですから、沼上さんが、はい、わかりましたって言ってきたので沼。沼上坂木原大滝,大滝で5本書いてますよね。えー、あのね大滝先生から、 あまあ、半泣きで電話が来たらしいんですよ <laughs> 企画。せっかく企画して公募したんだけど、誰も募集してくれなかった <laughs> でなんかこのままではこうちょっと格好がつかないから、野上さんなんとかなんないっていう話をされて。で、えっ、ー、と、なんかその我々でこう企画を出っち上げようみたいな話になって。 全然やる気なかったんで、うん、全く考えてなかったんですけど、えー、と多分組織学会のあれですか、6月ぐらいですよね、春の学会っていう大会。でそこじゃないや、や秋,秋の年次大会だったかな。秋の年次大会でやる話だったのかな。秋ですね、多分あれは。なので、えっ、ー、と、 6月ぐらいになんか突然やるっていう話になって秋までになんかでっち上げなきゃいけないっていう <laughs> プレッシャーで突如としてアウトプット思考になったっていう感じですね僕は対話としての競争っていう論文が組織科学で出たときにあこれはあのなんか本になるんだろうなとか本になってほしいなって思ったんですよ。僕の えっと調べたケースで言うと、日本企業の多角化戦略が生まれる経緯にすごく似てるなと思って、はいはい、ああ、なるほど。はいあのー、なんか幻の,幻のプロジェクトみたいなイメージを僕が勝手にあの持ってたんですけど、なるほど。はい、まあ、その論文でとりあえず終了っていう感じだったんですよね、あのそうですね。ん多分んと、まあ、一つはあのそのスポンサーの 遠藤さんが、えー、学習院に移られて研究費、我々の研究費がなくなったというのとタイミング的に、えー、僕と浅場さんがあの新宅さんや沼上さん2年後に就職して,ていうでそれで沼上さんも割とすぐに、えー、と正常から一橋に戻られてとかっていうかあの我々の何でしょうね、えー、4人の子。 職業とか生活とかのところで、えー、いろいろな変化が重なってたタイミングだったっていうのはあると思いますね。で、なんかあの4人であ共同研究っていうような感じで、やっぱりああいうのって顔を合わせないとできないもんですかねえっと、多分あ,あれはもう本当に全くアウトプットのイメージとかなくて、なんかやりましょうよ。 っていう、えー、ですから、その本当にあの日米企業の経営比較みたいなこう、割とテーマがあったりとかではなくて、もっとなんかこう、本当に学生、大学院生が勝手にインフォーマルに勉強会やってるみたいな感じでしたね。ただ、あの日本企業の多角化戦略っていうのは、伊丹、加児の,の2人を。あの えー、合わせてゼミナル経営学入門っていう形の教科書を誕生させたいうきっかけだったんですけど、はいはい、その面で言うと、あれじゃないですか、はい、あアミクラさんと新宅さんが、アミクラシン新宅の教科書が出たっていうのは、副産物ではありますよね、あそこからの。やっぱりあの、その共同研究なかったら、なんか、実現しなかったんじゃないかなとか思ったりするすまあその可能性はありますね。あのそこで共同研究をしていて、 えと我々4人で結構あの新米教師として教材をあのお互いに流通し合ってましたから、うん、先に沼上信託のお二方が2年先にこう新米教師になって蓄積してたティーチングマテリアルを我々にくださるんですで。我々も作ったのをこ,うこんなんどうすかとかこ,こんな新聞記事使えますよみたいなことを共同研究しながらあのやり取りをしてた。 でまあそこからえっ、ー、と新宅アミクラ信託のあの本ができてったっていう経緯だと思いますけどね。あの M シリーズのアミクラ信託の経営戦略ってロングセーラーで相当売れてますよね。えっとおかげさまで10年2011年に出したんでおかげさまで10年それなりに売れてるみたいです。10万部ぐらいですか 10,？10万部超えてたりするの？そう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 そんなそ,そんな行きませんから10は超えましたけど。 あの10万を超えましたが。10万部超えてるんですかはいはい。すごいな、あ、そうです。え、楠さんの本もでも、100万じゃないでしょ100万いってないですかれ。100万って言ってたらすごいですよね、ちょっともう。人の,人の本のことは分かりませんけど。ああ、そうですか。いや、でも、10万部ってすごいと思いますけど。 経営戦略の教科書のも,もうスタンダードになってるって感じですよね。うん、なるほどでこれ最後なんですけど日本企業多角化戦略から、まあ、ゼミナル経営学入門が出たっていうことに、まあ、な,んかな,ぞらなぞらえて経営戦略の本の話に伺ったんですけど一方でそういう共同研究をされたり野中先生の近くにいたら英語で論文書けみたいな話が。 なんかどっかの時点でなかったのかなということを思ったりするんですけどあ、まず、伊丹先生は、三品さんと伊藤七七さんがいらっしゃる頃は、どっちかというと、アメリカ行って修行しろていますそうですね、はいええあのー。これ多分前に小川さんにもお話したと思うんですけど、おそらく僕、伊丹ゼミに入ってたら、 学者になってなかったんだろうと思うんですね。で、えっ、ー、と、おそらく僕ももし伊丹先生に大学院に行こうと思いますって言ったら、あのずっと5年間日本にいて、日本、一橋とか日本の大学院で5年間学者修行をするってのはなしだぞっていうふうに多分言われたんだと思うんですさ、ね、さんんもも伊藤さんもそういうういふに言われて あの修士課程の2年間で英語の勉強とかをしてその先はアメリカに行けっていうふうにおっしゃってた。で,でその後あの、えー、っと一橋でこう5年間かけて学者を育てようっていうふうにどっかのタイミングで痛み先生があの方針転換をされてるんだと思うんですけどそこのタイミングと 何があったのかっていうのは、これ僕も実は一回、伊丹先生にこうじっくり聞いてみたいと思っているんですけども、えー、まあそういうことをおっしゃってたタイミングだったんで、多分僕が大学院に進学を考えた時には、まだあの日本で勉強するとかではなくて、アメリカに行けっておっしゃったと思いますので、えー、まあそういうのがあったらちょっと僕も。 まあ、あの伊丹先生とこの先付き合っていくのがもしかしたら辛いと思ったのかもしれませんけど <laughs> <laughs> おそらく多分僕学者になってなかった伊丹ゼミだったら学者になってなかったろうなと思います。<ー>で、えー、と野中先生もその英語で発信するとか海外にっていうのは、えー、と僕よりももう少し後の例えば遠山さんとか米山さんとか。 っていう世代の方たちが大学院生の頃にはそういうふうに言い始めたんだと思うんですね。あの、田中先生がバークレーに在外で行かれていた時が多分僕の、えー、ドクターの1年か2年ぐらいだと思いますから、そこでバークレーから帰ってらしてから、その国際的な発信っていうふうな 英語での発信ということを強く言われるようになったのであの、英語でなんか書けとかっていうふうなプレッシャーは、の僕は卒業してからの人の方が強かったんだとうんですね、んうんうん、タイミング的に。うん、じゃあ,あの、ま、伊丹さんからそもそも英語,英語でっていうようなことを言われるような関係でもなかったし、野中先生からも。なかったでし、はいで、伊丹先生はまあ個人的にその。 いわゆるそのジャーナルパブリッシュメントみたいなのはあれはうちわのゲームだから自分は興味がないっていうふうにおっしゃっていてまあ今もそういうふうにおっしゃいますけどあのアメリカのジャーナルにパブリッシュするっていうことの労力とそのリターンを考えると自分は興味がないんだっていうふうにおっしゃるのでまああまりその英語でっていうこともおっしゃいませんでしたし 野中先生ももう少し経ってからじゃないですかね。うんあの英語でっていうのは、おそらく我々は僕らが大学院生の頃は、最もそのえ大学院生の頃っていうか、僕がマスターのくらいの頃、一橋の先生方で最もグローバルなプレゼンスが学者としてあったのは今井健一先生なんだと思うんですよね。であの僕 はえー、っとその産業経営研,研究所の,そのセミナーに大学院生として来て、どなたが話してたか覚えてないんですけど、あの英語のセミナーで最初全然分かんなくてあの困ってたんですけど、今井先生がこう発言されたときにですね、あ,のあこの程度の英語でも、 中身がちゃんとしてればいいんだなっていうんですね。今井先生もなんか全然カタカナ棒読みなんですよ。英語が、もう This is a pen レベルの英語なんですけど、英語が流暢とかそういうことじゃなくて、中身がちゃんとしてればいいんだなっていうふうに思って,て、これでインターナショナルジャーナルのエディターって,てできるんだっていうふうに思った記憶が ありますし喋ってて分かんなくなるとですね今井先生柳輪に立ち上がってチョークを持って「レッド・ミー・ユース・ザ・ブラックボード」ってですね <laughs> この意識を書くっていう <laughs> それが後, <laughs> <で>後のスタンフォード大学の教授ですもんねそうですけどでそれであのこう刺して「This is that」みたいなです、ね、<laughs> <laughs> これでこれでいけるんだって思いましたけどね <laughs> なのでまあその,その当時こう 何でしょうこうジャーナルパブリケーションみたいなことについてはインスティテュートとしてあまりあの特に、えー、と英語でのパブリケーションみたいなことだったりとかっていうのはそんなになかったですね。うもうこれ最最後後中の最後なんですけど、あのはい 創造の経営の,の初期の頃に携わったあアミク倉さんにへのご質問なんですけど、当時ね、その野中先生といろいろやられてたわけじゃないですか。こんなに6万件以上も引用されるような研究になるって当時は思っってらししゃいました全く思ってなかったですけどね。<laughs> ど,どれぐらいからですか、これはたえすごいことになったなと思われたの そのえっ、ー、と、えー、ハーバードの,そのハーバードビジネスレビューに武井先生と書いたあのニュ,ニューニューデベロップメントゲームとかプロダクトデベロップメントゲームとかあとはあの MIT のコロキアムのやつとかっていうところでそのサイテーションが増えていったっていうところぐらいから国際的な研究に認められているんだなって ってで、あの、僕、いまだに覚えてるんですけど、ちょうど、あの、小川さんもいらっしゃったと思いますけど、あの、えー、っと、MIT、MIT じゃない、ハーバードで MIT でやってるあの、IMVP、えっと、の,、うん、あのコンファレンスがあって、確か、ケープコットかなんかで、野中先生来て喋ってた時僕がたまたま、あの、ウォートンに行った時に、 行って,話しててでしが喋ってるのをこうずっと聞いてたんですけど、まあ、日本語で喋っても英語で喋っても何言ってるか分かんないことは一緒だなってんですけど聞いてる人がすっごいインプレッシブでよく分かんないけどすごく意味のあることを言っていてすごい深いことを言っている。<laughs> I'm so impressed だっていうふうに周りの人が口々に言っているっていうので。 そこのよくわかんないところは日本語も英語も一緒なんだなって思いましたけどね。ああ。野中先生、あの犬山さんがおっしゃってましたけども、やっぱり英語もお上手だっておっしゃってましたね。本当にお上手ですねあの。お上手なのと、えっと、パワーポイントとか扱われないんですけど、そのプレゼンテーションについてはすっごく、なんていうんですか、気を使われる方で、あの なんか自分がしゃべりたいようなことをしゃべってるような感じではあるんですけど、オーディエンスがどういう人かっていうことは、しゃべり始める前に、すっごい気になさいますねで。聞くんですけど、それ聞いても結局言うことは同じだよね、このおじさんはって僕は心の中で思ってるんですけど。<laughs> <laughs> 結構だ <laughs> 今,今日はアカデミーシャンが多いとか、今日はビジネスマンが多いとかっていうのを主催者に聞くんで確認するんですけど、 でもそれ聞いたって結局喋ることは知識創造で同じでしょっていうふうに僕はここの中でこうぽそっと思ってますけど、ね、米山さんおっしゃってましたけどなんかすごいただその聴衆の人がどう反応するかっていうのはなんかどこ行っても同じいするんだけども相当なんかあの意識してるっていうのはなそうですねええー、あのー、あとは何ですかね喋っていらっしゃる野中先生喋ってらっしゃるのを聞いてると間合いの取り方がすごい上手だと思いますあ。 うん、た,ためとかため、うん、ためを作るとか、声のピッチとか大きさとかみたいなことの,そのタイミングの取り方がすごくそ,その場にいる人たちを引き込むような喋り方をするんだと思いますよ。ああ、さすがクラシックマニアだけあるって感じですかね。そうですね。で、多分その、えっ、ー、と、 加護の先生の話術と野中先生の話術はそれぞれ一級品だと思うんですけど、違うんだと思うんですよ。うん,う,んうん、うん、うん。加護の話術は、あれはもう本当に古典楽譜みたいな世界で、うんうん、テープだけ、あの、どなたかおっしゃってましたけど、加護の講演を録音して、車の中で聞いてるって方が何人かいらっしゃって、で、その、もう何回も同じ話を聞いてるので、次にこのギャグが来るってのはわかってる。 だけど聞くたびに笑っちゃう <laughs> いう,うですね <laughs> おっしゃってるビジネスのン僕何人かあったことがあるんですけど鴨の先生のはもう本当にこうえ録音して音だけ聞いてても面白いんだと思うんですけど野中先生のは多分音だけ聞いててもんでしょうそのこうインプレッシブなところは音声だけ聞いても伝わるものを わか,かんないですけど半分とかそれ以下とかじゃないかって気がしますね。劇場型みたいになってるってことですかそうですね、身振り手振りも含めて、うん、そういうとこまで含めてやっぱり、うん、生で対面で見ることこそ意味があるような気がしますけどね。うんまあだからこそ,その最近のこう,こういうコロナでオンラインでっていうことに関しては、 野中先生はやっぱりこの対面に価値があってっていうふうにおっしゃるのは、まあ、ご自身がそういうスタイルでお話しされることが多分上手だし好きなんだからこそあのオンラインでもいいよっていうふうにはおっしゃらないんだと思いますけどね。身振り手振り入りますもんね、はい、野中先生。ありますね。はい、ねああ、なるほど。 ありがとうございました。いいあのものすごくあの勉強になりますし、たぶん、若い人たちはこういうことを聞いて、さらに経営学って楽しいから勉強しようと思ってもらえると思う思ってくれるといいですねえ。どうもありがとうございました。いい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。失礼します。